そろそろ日本に帰りたいかなちょっと思って、え、帰ってこたつの家突撃してお土産渡すまでがドッキリね。めっちゃツアーの人みたいな。それちなみにこたつんちはいつ行くん？もう、手配してるんで今から行きます。大きいチャンネル。あれ瞬間移動のやつやらんかった。いや、その瞬間移動の前がないからできないですよ。あ、前のピョンないとそのできないから。ただ、さっき言ったやつ。私帰ってきたばっかりでちょっと眠たい。ちょっと今日ハードすぎん？大きいチャンネル。とりあえず、こたつんちに俺が遊びに行くと。で、ウーバーイーツを頼むから、それをこたつに取りに行ってもらうと、オッキーに、ウーバーですってしてもらって。ウーバーイーツね。そう。ウーバーオッキーに今日は。なるほど、なるほど。理解。ただ、一個心配なのが、なんかあいつ、引っ越したやろ。で、俺も実は、新居に行くのは、今日が初めて。だから、そこら辺の勝手が、ちょっと変わってんちゃうかもんね。だから、ほんまに、今回テーマは、もう、お前んち新居見に行かして、や、みたいな。って、レンマが言ってるのね。ウーバーイーツがなぜか知ってるやつ。なんなら、なんかオーストラリアにおるはずのやつ。ほんまに言ってへんから、誰も。もう、半年ぶりぐらい。半年ぶりぐらい。な、最後あったら2月から。いや、な、驚いてる顔をしっかり撮るように。あ、オッケー、頼む。まあ、しかもちゃんとお土産持ってきたからね。あ、そうそうそう。よしよしよし。じゃあ行きますか。じゃあ、あれですね、日本帰ってきて初めてやから。行きますか。行こう。それでは、ここから始まる日本編、最後まで見てな。これって、日本やった。いや、未だ解明できる。解明できる。大きいチャンネル。はい、いいですよ。はい。お邪魔しまーす。おー、これが新居ですか。なんかやっぱいいな、家。テレビみたいな。テレビでけえな、相変わらず。夏はなんか遊んだ。あ、そこやってたよな。ドラマも出てるしな。あ、そうなんですよ。まだ1、2話ぐらいしか見てへんけどさ、なんかがっつり出てくるとか。がっつり出るのは4話だな。あ、そうなんや。次、もしなんか予告でも出る。え、マジで？え、見よう、ねるけ。そんな家族、捨てちゃえや。捨てちゃえとか。あのヒロインの女の子の後ろやん。そう、グラスの一軍の設定。あ、そうなんや。なるほどね。あとアミカちゃんも出てる。なんか俺が減らへん。うん、なんかウーパー頼もうや。天丼食おうで、天丼。来ましたということで、いきます。ウーバーイーチュ、おっきいイーチュ。ちょっとそわそわするね。久々やからね。半年やからね。どんな感じなんだよ。全く想像つかん。これは見てきます。ちょっと回していこうと思います。ウーバーイーツでーす。ノーボート。帰ってた。めっちゃ高くなってるよ。絶対帰ってこんと思ってたもん。いやいやいや、そんなわけないやろ。そんなわけないやろ。これのためだけに帰ってきたからね。え、これだけのため？そう。え、じゃあ帰るってこと？まあ一応一時帰国なんでね。一時帰国？え、もう二人も帰る。いや、それは分かる、それは分かる。帰る、帰る詐欺。何してんの？私、みんな急に。おー、でも。おー、でも。大きいチャンネル。わー、ゴージャス。赤くなりました。赤色？え？そっか、あれ。あれ横長か。だからあれ裏のためにし。え、アナいくらで売れるの？180万が20万円。やば。辛すぎる。てか久しぶりすぎて。ちょ、とりあえず本当に久しぶり。今日ちょっと恥ずかしい。
どこでしょ。でもマッチョになったんじゃん。オーストラリアに筋トレ、みんなこう筋トレない感じ。やることないから。すげえ、なんか新鮮やわ。てかいろいろ聞きたいことあるわ。怒ってますわ俺。いや。もう僕はもう孤独に戦ってたから今日とか今日だけね今まで今日だけね今までめっちゃ孤独で戦ってきて、いやまためっさん集団で帰ってきたじゃないですか、オーストラリア。違う、2ヶ月ぐらいおったね。あ、いましたっけ。じゃあまあけど俺からしたら一番なってる。動画の撮り方も忘れたんすか、ほんま。これが100、これが100なんか。俺たちに足りないの場所。どれぐらいおった。5ヶ月。帰ってこんねん。ガチで。ほんま。寂しかったって。いやでも帰ってきたからね。とりあえず。いやまあそれは。え、しかも見て。知らないかもしれない。知らない。あの頃ストーリーぐらいしかね。確かに。そうですよね。散歩で。嬉しい。ちょっとね、僕もね、実は。おお、たまたま。その誕生日の後からちょっと俺も忙しくて会えてなかったんですよ。はいはいはい。だから、メンマの誕生日タッピアがサンプレをくれたんです。あら、まだ中身見てない。マジ？ありがとうございます。ありがとう。だってもう、あの絵なんかもう僕の人生の宝物ですから。ええ、ちょっと待って。あれ YouTube 下手だったよ。消させてもらえない。オーケーオーケー。これ絶対、やっぱ開封動画みたいになってるやん。これめっちゃ可愛い。ないないない。あ、フルだ。フルだ。おめでとう。あと漁師からの、からの、袋。え、これは2000本。え、帽子かわよ。かわいくない。これ開いてんのよ。かわよ。でも、帽子めっちゃかわいい。女の子がここに。女の子が。あ、肩が高い。ほんま、レンマのお前の持ってる倍はする。帽子でこんな高いの俺買った初めてかも。ありがとう。どうする、困ったらメルカリで行こうか。なんでいいわ、これかっこよ。これ開いてんのがいいね。おしゃれ。いや、それよりよ。いや、それよりよ。僕が知りたいのはこれよ。ちょっとこっち、ちょっと。こっち。これ、ちょっと。もしかしてやけど、行く前、俺、100万行ってなかったっすね。全然行ってない。うわ、夏。うわ、来た。おぼう。映ってないから。映ってないから、そのままするんだ。これよ、これ。これよ、これ。来ないとあれだけど、俺らの皆さん、シルバーって。すげえ。気づいたらこたつがいつも叩かれてる。なんか叩かれる人になったの。でもまあすごかったでしょ。すごかった。いやだってあの時ランキングも入ってたやん。てか我々オーストラリア見てて、なんか YouTube バグですか。そうですよね。世界に羽ばたいたこたつ。いやいや。世界にこたつ。だからあれ、そういえばあれは相方のマイコ。いや東京っすよ。東京は寂しい。寂しい。4日しか空いてないんで、もう。本当。まあまあ任せるって。確かに。俺はこれだ。やっとだから、そのあれ、その理由もあってロケ控えてたんですよ実は。なあ、なるほど。帰ってきた時にやりたいなと思って。そんなこたつに。もちろん手ぶらで帰って。マジで。何これ。 What is this? 箱。箱プレゼント。オーストラリアの箱なの。かわいい。待って、めっちゃかわいい。なんすかこれ。これはね、いつ使うかわからない枕。いつ使うかわからんのか。サイズ的にいつ使うかわからんからね。俺はもう最後まで思ったの、これいつ使うんやろ。だからなんか飾りとして、飾りとして言うし。これはもうインテリア、小物めっちゃ好きなんで、そういうとこ押していただきたい。めっちゃかわいい。見て、オーストラリアでしか入手できない。それは間違いない。めっちゃかわいい。しかもシドニー限定。結構売り切れてたなかったね。これかわいかった。これかわいい。めっちゃ嬉しい。パー置きたい。ちょ、セナギも。もう優しい。いらんのに、あんなもう。あんなの小物に。もう俺は持ってないぞ。さあ、与えとったらええねん。今流行りのスタンレーです。かわいい。なんかメタチェッカーいっすいと思って。絶対喜ぶと思います。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。多分ね、流行らないと思う。多分これは入らへん。これは入らへん。しかもあの子めっちゃカフェラテとかそういうの飲むんで、めっちゃ嬉しがると思いますわ。よかったな。ベリーフットチョイスやね。マジ、Welcome back。 いや、ほんまに。本当にもう I've been missing you so badly。 でしょ。そんなあなたに。まだ。まだある。永遠ループ。
もうえって、もうまた行ってくんのかよ。いや、今のところはちょっとまだ謎を解く。一応一時帰国って。こっからのこたつのやっぱ対応次第だな。どういうこと？俺が対応、俺の対応。日本を楽しいなと思わせてくれるくらい。いっそれ。もう僕ら一回聞いていいですか？日本にいましたよね。なんでそんな俺がなんか歓迎してたの？日本で出会って。ここで仲良くなっていいから人頼みのねえ。いやもうこれからじゃあコラボがまた増えるってことですか？そういうことです。じゃあさあもう待ってましたよ。待ってましたよね。みんなが全部待って多分ね。それこそスタセラのファンの人も結構見に来てくれるんで嬉しいです。結構コメントありました。しかも僕たちもあのオッキーさんのコラボなんですが、やっぱオッキーさんと2人のやっぱあのコラボが嬉しがってる方めっちゃ多いです、ね。いやだってあのやっぱノリとかは相当仲良くないとできないノリなんで。なんこれ次は俺パスポート実は取ったの。次は俺も行きます。おお一緒に。あなるほど、はい、俺も行きますわ。それらしいやん。俺からちょっと安心したね。だってさ俺もこれ持っちゃってるからもうだからちょっと待って。俺がまさかこうやって天狗になって相手しないやん。もうあ一番忘れないです。だからほんまにコラボロケとかマジでこの会社したいなんで怖かったけど。なんで怖いのビクビクしたビクビクした。あだって見ました、あの僕の家出るやつの中にオッキーさん見たよ。そうレンマくん2人2回あうわこいつほんまお前帰れよ。おい日本から出ていいやわ。ほらレンマくん待て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 。何の動画かも分かってないでしょ。引っ越しでしょ。あそうそうそう、こうやってやってたやつやん。あはいはい。中身見たんですか。俺は見たよ。俺はほんでほんで何があったの。まだ何があってまだ何があったの。家を引っ越しすることになりましたっていう動画の中で、まあ、いろんな思い出をねあのちょっと一つのこう曲にまとめてこう流してるんですよ。でその中に唯一オッキーさんとレンマくんは2回出てるんですよ。しかもあんまり選んでないんですよ。言うてはい見てくださいよ。ぜひ見てくださいよ。あんたが見ろあんたが一番いいやえレンマくん。いや見たよ見たよ。ちょっとほんまか。教えとけよ。そういうの集まりでしょ。そら教えるもんじゃないから。自慢げになんか家紹介してるやつみたいな。違う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 自慢げに。ほらほら次やそ次やあでもこれ日本帰って初めてだった。そう嬉しい。だから日本編これでスタートしますみたいな感じでございます。めっちゃいい。オーストラリアから帰ってきたんですけど、はい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 、ここからまた日本編楽しみにしていただけたら出てくれたらなと。でもちょっと日本語やったらそれでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。うわー